ようこそ。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパタルです。というわけで今回なんですけれども、9月の7日22時頃に修正が一つ入りました。ナイトクラブでのバグをするとずっとエラーするというね、抜け出せないようなバグが出てきます。これ回避する方法と、さらにソロマネーグリッチの回避方法を今回案内していきます。では準備など詳しく解説が必要な人は固定コメントの過去の動画をね、詳しくよく見てください。まず複製したい車両を、このねアーケードの中に入れておき、必ずカスタムナンバープレートです。で犠牲車両エレージー RH8 をアーケードの中に入れておく。またファギオやサンチェスなどをいろんなガレージに置いておくことで MC で犠牲車両を大量に出すことができます。ではね、今回の修正入ったポイントなんですけれども、この2階、 B2 階のところにあるね、左の奥の車両ですね、これを毎回破壊してエラーを起こすというかね、バグを起こしていくっていう、ね、やり方なんですけど、これをやることによって車両管理メニューで特定の車両をあるコマンドで入れ替えるとフリーズします。これをすると完全なアプリエラーを起こして、まあアプリエラーっていうかね、ストーリーに戻されるっていうだけなんですけれども、まあそういったエラーが起きるという修正が入ってます。なので例えば出現位置が最後の位置になっていたり、ナイトクラブになっていると無限にループしてずっとねストーリーに戻されるエラーが起きますので、これ注意してください。ただしそれ回避する方法もありますので、ゆっくりねこの後解説していきたいと思います。基本的に特定の B2 階にある車両を破壊する。でまた地下2階に戻る。でこのように左の奥の車両がね消えた状態となります。で車両管理メニューで特定のコマンドを押します。普通に、この言った通り押せばいいだけです。よくわかんない人はね、過去の動画をねよく確認してください。ではここで右十字キー、そして、丸で四角、4階を丸、一番下の車両を丸丸と押します。でここでオプションオンライン犯罪事業スターパックを開くと、アプリエラーするというかね、アプリエラーというよりもストーリーに戻される参加時のエラーというだけなんで、これ実は、このね武器が持てない変な状態なんですね。これをストーリーに戻ってもう一回オンラインに入ってもまだこのバグ継続してますので、実は回避方法としてソロマネグリッチは可能なんですね。例えばこのようにもう一度ねストーリーに行き、招待限定セッションに参加をします。でこれ出現位置が最後の位置やナイトクラブだと、このようにね出現しても数秒後にまたアプリエラーをするというかね、このエラーが出ます。普通にストーリーに戻されエラーが出ます。なので、まあ、こういった方はどうすればいいか。例えばですね、GT アプリを再起動して、普通だったらもう再起動するとかなりクリーンな状態になるので、エラーしないんじゃないかっていうことなんですが、これなんと再起動してもエラーするので、出現位置を素早く変えてください。到着したらアクションメニューから素早くね、オートショップでもどこでもいいので、ランダムでもいいので違うところにしてください。そうすると右下に金色くるくるがセーブ入り、ちゃんとね、オートショップに出現位置っていう風に記録された状態でストーリーに戻されます。でもう一度入って招待限定セッションに入ると、このようにオートショップには普通に行けると。しかもアプリエラーというかね、ストーリーに戻されるエラーは起きません。でなんとこのクライアントの車両はこの時点であったはずのものが消えてしまいますので、マージというね車両をね無料でもらったりとかカスタムを移すっていう部分のグリッチは不可能かなと思います。では実際にこれからどうやっていけばいいのかをね見せていきたいと思います。例えば妄想保険で修理をする。でナイトクラブの車両を修理すると完全に復活というかね、もうクリーンな状態になります。ではここからが回避方法のソロマネグリッチです。準備など分かんない人は固定コメントの過去の動画をよく確認してください。では B2 階にある特定の車両を破壊していきます。これ今ね修理してね保険会社の方に行ってる状態なので、今ちょっと元に戻したいと思います。でアプリエラーというかストーリーに戻されるエラーが起きる条件というのは、ここの車両が壊されていて特定のコマンドを打った場合はずっとエラーしちゃいますので注意です。ではこの車両 B2 階の車両を外に乗り出し破壊します。で破壊したらここですね、出現位置自分でちゃんとナイトクラブ以外、そして出現位置最後の位置以外にちゃんとしといてください。オートショップとか普通の10台ガレージのアパートとかそういったところでいいと思います。で、またね地下2階に行きます。でこれからまた特定のコマンドやって、ストーリーへのエラーでね、移動されるんですけれども、自分のこのキャラクターには武器が持てないバグが継続している状態を持ち込めますので、そのまま継続して車両複製ができます。ではここで右十字キー、
丸、四角で4階で一番下の車両を選んで丸々と押します。オプションオンライン犯罪事業スタートアップバックを開く。そうするとエラーが出ます。で丸をします。で自動的にストーリーに戻されます。これね、再起動をかけない限りずっとね武器が、持てない状態となってますので、このクリーンな状態にしたい場合は再起動をかけてください。ではもう一度招待限定セッションに移動します。で自由照準とかの方がいいかなと思います。今回ワープなどをして移動していきたいと思います。ワープがねできない、自由照準使えない人は CO バザードなどで、代用して移動してください。では今回ね、まあオートショップにしてますけれども、もうちょっとねロスサントスカーミーティング会場に近いところ、もしくはロスサントスカーミーティング会場出現地でももしかしたらできるかもしれません。まあただねロードが長くなる可能性あるので注意です。ではこのように、武器が持てない状態の体のね、状態が継続された状態でストーリーに戻されたんですけど、まだオンラインに入れられる状態ですね。外に出たらね武器が持てるかどうか確認してみてください。ミニマップは普通に出現してます。武器を出してもすぐねしまわれてしまう状態、これがあれば、普通にね、ロスサントスカーミーティング会場でバグを起こせます。ではこのままロスサントスカーミーティング会場に向かってください。まあ近くのジョブトリガーとかを使って照準違いに参加して、注意画面が出たらバツでワープでもいいです。ロビーに行ったら照準違いの人に参加、警告が出たらもう一度同じ人に参加して注意画面が出たらバツですね。これもねゆっくり詳しいのを知りたい人は、固定コメント過去動画を確認してください。ではもうここからはね過去動画と同じ手順になります。単純にナイトクラブのところねエラーしたところをね回避してるっていうか、ちょっとやり方を変えただけです。では MC プレジデントで、例えばですね、サンチェスなどを呼んでください。まあ基本的にロスサントスカーミーティング会場のカスタムショップでカスタムできる車両だけ入れてください。だからオプレッサーマーク2とかダメです。ではこのまま、この会場の中に入ります。今武器が持てないちょっとバグった状態を、まだねキャラクターは継続できている状態なので、ここでちょっとしたバグをまた起こすことができます。では車両を降りる、でもう一度乗る、エンジンがしっかりとかかったことを確認してから四角ボタンを押す、次にバツ右十字キーというスピードで押します。バツ右十字キー、右十字キー、右十字キー、右十字キーという感じで右十字キーをトン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 と押しておきます。でこのまま右十字キートントントンと押してると、今度は外に出た後に右十字キーが効いて、今度はカスタムショップに入るような映像となります。ではこうなったらですね、ここからバツ丸でこの項目を閉じてください。ここから、解説以外のところで右十字キーを押さないように注意してください。他の車両に乗っていて外とかで、ね、右十字キーを押しちゃうとカスタムショップに入っちゃう状態になります。では外に乗り出されたら三角で降りる、次にアーケードへ向かいます。アーケードへの向かう方法は照準違いのワープなどを使ってこのようにワープもしてもいいし、 CO バザードで移動でもどっちでもいいです。では近くのジョブロビーを開き、照準違いに参加、警告が出たら同じ人にもう一度参加、注意画面が出たらバツ、これでワープしていきます。でアーケードの中に入った時にやはり右十字キーとかを焦って何度も押したりすると失敗の元となります。前回の解説でも言いました通り、必ず右下に金色クルクルが出たとか、エンジンがちゃんとかかったとか、そういったところをゆっくりゆっくりねやることでより成功率がアップするし、途中でバグった場合ですね、なんかねフリーズしちゃったっていう時は復活するっていうのをやると大体回避できます。ではこれからねやる手順なんですけども、犠牲車両エレジー RH8 用意しました。まず一番最初に乗るのが犠牲車両のエレジー RH8 を乗ってちゃんと運転席に行き、エンジンがブーンとかかったことを確認してから R2 を押して外に乗り出してください。でマップ上に犠牲車両外にねある状態っていうのを置きます。で三角で降りる、歩いてこのアーケードの中に入ります。続いて複製する車両なんですけれども、イッシーレトロカスタムとかに必ずカスタムナンバープレートをつけておいてください。カスタムナンバープレートを今回ねつけていないで複製してしまうと、ダーティーデュープといってね、ダーティー複製と呼ばれるものに当たってしまい、制限がめちゃめちゃかかります。価格が下がるとか、30時間にね1台しか売れないようなねアカウントの制限になってしまうので注意です。では複製したい車両に乗り込み、カスタムナンバーついてます。エンジンがかかったことを確認してから右十字キーを1回だけ押す。この時他の操作は一切しないようにして、でナンバープレートなど1箇所変更する、でバツ丸で閉じる、で戻ってくるのを確認してください。この辺りでもね余計な右十字キー押さないようにしてください。
で、ここで戻ってきたらもう複製が完了されている状態。外の LG-RH8 が1レトロカスタムに化けるので、車両を車両保管場所に戻すっていう風に押してください。そうするとね、1レトロカスタムに化けました。では次の偽装車両ですね、 LG-RH8 を外にまた乗り出していきます。外に乗り出したらこのまま三角で降りて置き去りにする。で、さっきと同じように複製したい車両に乗り込みます。この時すでにさっき複製したばっかりのものに乗り込むのではなく、一番最初にね、複製の元に使った車両にね乗り込むことで、まあ価格とかはね下がったりしないんじゃないかなと思います。で、この元の車両に乗り込み、右十字キー、エンジンかかってから押してください。ナンバープレートなど一箇所変更で、×丸で閉じる。で、画面の右下、金色のくるくるセーブアイコンがちゃんと出てから三角で降りるようにしたりするといいかなと思います。またこれは車両保管場所に戻すと、これで複製完了となります。続いてはね、さらにスピードアップで MC プレジェントを使ってファギオとかシャンチェスを、高速でね複製する方法ですね。ではそのまま車両外に乗り出します。で、 MC で車両を保管場所に戻す。で、サンチェスなどを要請、マップ上に出たことを確認したらこのまま歩いてアーケードの中に入っていきます。さっきとね、まあ大体同じです。マップ上に犠牲車両がLG-RH8だったりファギオだったりサンチェスが置き去りにされている。そしてアーケードの中で1台ねカスタムすると、その車両が外にある車両とすり替わるっていう仕組みになってます。ではこのまま複製したい車両に乗り込みます。さっきね複製したばっかりとかの車両を使うのではなく、一番最初から用意されていたものを使ってください。ではこのまま右十字キーで乗り込みます。エンジンかかってからですね、ちゃんと右十字キーを押した方がいいです。で、ナンバープレートなどを一箇所変更してください。もしも、ここで、ね、フリーズしちゃうとかあったら、復活するとかをすると、まあ、継続できたりとかします。ではナンバープレート一箇所変更したら×丸で閉じる。で、戻ってきたらこのように、外のファギオとかサンチェスが1レトロカスタムに化けている状態となりますので、このまま、どうするかというと、車両を保管場所に戻すか、外にこの車両を乗り出す。そうすると自動的に外のあった車両がね保管場所に戻されて、一瞬に化けた状態となります。めちゃめちゃね簡単なね、修正回避っていう感じなんで、ぜひ参考にやってみてください。というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。準備などがねよくわかんない人はね、固定コメント、過去動画の方のテロップ付きをよく確認してみてください。